皆様、こんばんは。今日は2021年4月19日月曜日です。今日はそんなにニュースありませんので、私はこの数日間のニュースを整理しました。菅総理はアメリカバイデン大統領と会談して、共同声明では台湾を入れました。しかし日本の経済が中国の経済に依存しているという現実は変えることできるでしょうか 韓国でも日本でも中国の経済に依存されているのが現状です。例えばユニクロは中国での事業は絶好調です。ユニクロはどうしてもウィークルの人権問題について黙ってしまうのです。ユニクロの社長は言いました。政治的に中立な立場でやっていきますと。これはいいと思います。やはり安全が大事です。そして日本の企業としては企業は 金融です。政治は政治です。政治と企業は別です。この考えは非常にいいことだと思います。しかし、中共は日本の政府を牽制するというより、日本の企業が日本の政府を牽制するようになっています。日本はインドに対してたくさん投資をするようになっています。中国もインドに対して投資するようにています。 なっていますが、でも日本の方がすっと上です。しかし、インドの今後はわかりません。中国の経済成長は30年間かかりました。30年間かかって、輸出の大国になりました。あるいは世界の工場となりました。インドは30年間かかるでしょうか。もっとかかるかもしれませんし、もっと短いかもしれません。中国の 経済成長のコツを以前の動画で紹介しました。これをインドに当ててみるといいと思います。三つです。一つはインフラです。継続的にインフラ施設をすることです。例えば高速道路、港、鉄道が基本です。そして工場の建屋と水道、ガス、電気、あとは発電所などですが。 これは中国にはできませんでした。お金がなかったんです。インドもお金がないんです。これは対応方法としては外国の企業を受け入れることです。外国の企業を受け入れて投資してもらうことです。そして工事の指導をしてもらうことになります。これで上海、北京の空港など日本が作ったんです。たくさんの鉄道も日本が作ってくれました。 インドはこれをできるでしょうかと私は期待したいと思います。2、製造業のサプライチェーンですね。これも自分はできないんです。まだ外資系を受け入れて投資してくれる。作ってくれることです。これは難しいです。インドの人口は中国よりも多いです。多いはずです。でも世界の工場になるのは完璧な 産業サプライチェーンが必要です。すべて外資系に頼るようになります。自分で独自で発展するというのはできないんです。外資系を受け入れると民族的な感情が出てきます。これはできるでしょうか ?3. 政府の考えです。重症主義の政府になることです。これは難しいです。普通の政府はできないんです。 つまり政府が商売を最優先にすることです。これが中国の経済成長のコツです。習総書記、以前の総書記っていうのはみんな重症主義です。これが今世界第2位の経済規模になりました。しかしも早いスピードでの成長とできました。 もし、このような政府にならないと、中国は30年間かかりましたが、インドは60年かかるかもしれませんし、80年かかるかもしれません。もちろんですが、これが結論ではないんですが、えー、見てみ,みたいと思います。メルカリも中国へ進出してきました。メルカリは中国で使えます。 そして楽天もテンセントと連携しました。つまりテンセントに投資をしてもらいました。中国でも今オンラインで日本、オンライン決済ですね。日本の商品を買うことができました。アメリカの商務部が発表されましたが、アメリカの政府の投資と 個人の投資家ですが投資してくれたんですけれども、これは1992年から2020年年末、香港を含めて中国への投資というのは2.3兆ドルです。トランプは当時言いましたが、アメリカは中国への投資というのは一つの中国を変えると言いました。これは間違いないと思います。しかしこれはあくまでも直接の投資です。中国は毎年 アメリカから4000億ドルから5000億ドルを稼いでいます。日本もですが、日本の年金積立管理機構は中国人民元を購入して中国で国債を投資しています。以前の動画で言いましたが、国債の投資というのは実に安全です。でも、中国に投資しながら対抗というのは難しいです。そして、約90億。 90兆ドルらしいですが、約日本の年金積み立ての半分ぐらいが中国に投資されています。バイデンもそうですが、中共と付き合いしながら、環境の議題で中共と対抗というのは、あるいは中国国と協力してもらうというのは難しいです。バイデン政府が主導する国内のインフラ投資、電気自動車の普及と、 アメリカ政府が、まあ、購買、調達に対して、やはり自分の国の製品を最優先にするなど、このような政策を推進されています。あくまで、アメリカ政府は自分の国へ投資すると、外国の企業を排除する、あるいは国内の雇用を拡大しようとしています。でも、実際的には難しいところもあります。 アメリカの大統領の任期は4年間。次の大統領はバイデンかどうかはわかりません。ただ、継続的に大統領と当選するのが有利です。多分、大統領になると思います。4年間であっても、8年間であっても、バイデンのインフラ投資で一部の産業は国産化になると思います。しかし、製鉄、鉄筋、コンクリートなど、 インフラ建設に使われる基礎的な材料は中国には有利です。どうしても安いところから調達しようとなると思います。今回の病気の影響でみんな再び考え直しすることになると思います。つまり国内での需要を拡大して個人消費を中心に経済を回す、あるいは国内の消費で 経済を主導するなのか、輸出、つまり今のままのグローバル化、貿易の自由化、経済のグローバル化のままでいいのか。これを考え直す時期が来ているのかなというふうに思いますが。しかし、今の状態から見て、グローバル化です。今の社会では、マルクス主義、レーニン主義だと聞くと、みんな多分ですが、警戒してくると思います。 共産主義だと聞くとみんな像となると思います。悪い宗教のような政権です。でもかなり多くの方は社会主義を受け入れています。社会主義だと聞くと北ヨーロッパのような社会主義な、民主主義な社会をイメージしてきます。中共は自由な社会への挑戦をしています。トランプ大統領は当時、中共に対して いろんな制裁をしていました。しかし、すべて大統領命令でした。法律ではないんです。また、中共と全面的な縁を切ることです。そして、平等、公平での対応していました。つまり、例えばですが、自分のところで中共のメディアを作っています。でも、アメリカは中国でメディアを作ることはできません。あるいは作っても監視されます。これは、平等、 公平ではないんですよね。我々はこれは反対しますというふうに言ってくれました。私は思いますが、今、中教を変えることをしないと、中教に変えられると私は言いたいですが、みんなこれを知っていてですね、政府への影響はできると思います。日本は自由な競争社会です。アメリカもそうですが、このマーケットで競争して、 勝利したいなら自分の消費の価値を上げる、あるいはコストを下げる、あるいは生産率、生産性を上げると、あるいはもっと良いサービスをするなどですが、これでこの自由な市場で競争していくことですが、でも中国は違います。中国というのは国を開けてやっていきますが、相手、外国の企業というのは企業です。 中国の場合は政府と企業です。あるいは国営企業です。例えば、ホワウィもそうですが。コストは安いです。環境を無視していいんです。人権を無視してコストを下げることはできます。例えば、刑務所の犯人も労働者として働きます。でも、給料はないんです。例えば、太陽光パネル。 現在80%から90%が中国で生産しています。環境を無視して人権を無視して利益はなくても生産できます。なぜなら政府が支持してくれるからです。銀行も政府のものです。目的はとにかく競争相手を潰すことです。例えばですが、アメリカのウォルマートを例にしますが、 ウォルマートは郊外にあります。これが基本なんですが、市内の中心地には、一等地にはウォルマートがないんです。ウォルマートの調査では、商品が安いと郊外にあってもみんな車で30分かかって来てくれますと。まだ、ウォルマートは郊外にあって商売するっていうのはやはり有利です。土地が安いです。コストが安いです。 一番大事なのは消費の仕入れ値段ですが安いです。たくさん中国から調達しています。ウォルマートのこのやり方で他の企業は同じことをやらないとウォルマートに負けてしまいます。結果は潰れてしまいます。2004年、アメリカの中小企業は悲鳴を上げていました。一部の中小企業は中国に移設されました。 そうすると、商品を製造するコストが安いんです。しかし、中国に移設されていない企業は大変です。もう潰れます。これが日本でも同じことが起きていました。しかし、これは自由な競争にはなっていません。中共の話では、中共とアメリカの競争についてですが、中国とアメリカは 昔の冷戦ではないんです。2つ伝統的な大国が競争しているものではないんです。そして戦闘機、爆弾ミサイルが飛んでいったり飛んできたりとかはないですと。また最先端な武器での競争でもないですよと。事実上、中国とアメリカの競争っていうのはいろんな領域での競争になります。 いろんな形での競争になります。少なくても四つですよ、と。一つは、モデルの競争です。誰が発展する、良い生活をする、幸せなのかの競争です。この結果を見て、周りの国が真似しようとします。真似される側が勝利です。二、友達の競争です。つまり、外交の競争です。つまり、誰が 友達、同盟国多いのか友達が多い方、世界の問題を解決できるということです。3. 自分の特徴、自分に有利な面で競争する。つまり、世界の経済の発展を貢献できるは誰でしょうかと。4. 視野の競争です。ビジョンです。つまり、未来の社会へ誰がもっと先進な 文明を人類を連れていくことができるのか以上の競争は戦闘機、ミサイルは使いません。以上のことを今の社会に流用することができると、企業で誰がリーダーシップになれるのか誰がモデルになれるのか誰がお客さんをたくさん掴んでいるのか誰が企業に貢献しているのか誰の視野が広いのか つまり、中教というのは本当に重症主義の政府です。商売ばっかり考えています。儲かることしか考えていないんです。これは非常に危険な政府ではありますので、そして国民に対しても教育としては全て自己責任です。自分が失業になったとしても、政府が悪いとか、国が悪いとか、社会が悪いとかではなくて、 自分のスキル不足です。そういうふうにあの宣伝してあります。これが競争社会です。本当にあの残酷な社会ではありますけれども、これが、えーま、現状ではありますが。コメントではありましたが、東小平は東高妖怪ですが、東小平は賢いかどうか分かりませんけれども、 東小平は賢かったらですね、賢ければ、この言葉は発言しないと思います。この東高妖怪っていうのは中国昔の言葉だですし、で、正々堂々と、東高妖怪ですと自分は。これは、 もう、日本だけ気づいてないと思います。逆に。我々はみんなしていました。で、一時的に自分の爪をですね、おっしゃる通りですが、鷹の爪ですね、隠しといて、で、自分が力強くなってきたら、やはり本性を表すと。東昇兵の作戦ではありますが、でも、東昇兵は当時、東高妖怪と言いましたので、あの、別に賢いかどうかは、 微妙ですね。賢くないと思います。でも彼はずるいと思います。詐欺師だと私は思います。香港に対して一国二制度も彼が作ったんです。もちろんですが、当時は一国二制度というのは50年変わりませんよと言いました。これが彼が言いました。でも、周図書記はもうこれも50年もならないんですが、えー、1997年,年に 7月に変換されましたけれども、50年間にもなっていないんですが、でも、これを崩壊しとしました。これがやはり、まあ、詐欺師ですね。最初から詐欺師なんです。やはり、一国二制度に対しても、50年間ですよ、というふうに言っていました。この50年間は、我々はしています。でも、本校の方は知らないです。これも、本当に宗教というのは、 嘘ばっかり言いますね外国ではあまり伝わってないと思います。あるいは知ってても知らないふりをしているのか。これは私には分かりませんけれども、中国人はみんなそれを知ってるんですよ。毛沢東っていうのは賢いと思います。実際的に。洗脳が上手ですね。彼は、えー、やはり最後はですね、国をむちゃくちゃにしましたけれども、文化大革命を起こしました。なぜかっていうと、彼はですね、 本来は、毛沢東の時代ですけれども、毛沢東、中国の想書記ですね、あるいは主席ですが、毛沢東の息子さんが中国の、まあ自分の後付きでいるはずなんですよ。でも、毛沢東の息子さんは朝鮮戦争でね、亡くなったんですよ。いつの動画で言いましたけれども、まあ笑ってしまうんですが、チャーハンいっぱいで亡くなったんですよ。<laughs> 当時は、しょうもないな、もう本当に情けないですけれども、チャーハンいっぱいのためにもう亡くなったんですよ。それも正々堂々と言えないので、もう何がアメリカのせいにしましたと。なので、アメリカの、まあ、戦闘機に、攻撃、実際的にアメリカじゃないんです。それはフランスだったと思います。それでも、戦闘、まあ、中距離の言いなり、まあ言い、言いなりというか、中距離の宣伝としてはアメリカの戦闘機。 ですとアメリカがモタコトの息子さんを、まあ、殺しましたと小さいに。で殺して、あのー、それが、えー、まあまあ、まあ、そういう米国主義というか <laughs> 帝国主義というかな、えー、くそうと。 いていますのでもう最初から我々はしていましたのでそれがなぜか分かりませんけれども先進国のメディアにしても政治家にしてもそれを忘れたでしょうかあるいは聞いても聞こえないふりをしているのか分かりませんけれどもこの動画はここまでにしたいと思いますコメントありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございました